クリとはまんない。綺麗な。よう、貧脚ローディーども、バージンデビル荒北仮面パイセンだぜ。今日は先週に引き続きチーム大尺店さんの朝練にお邪魔している荒北仮面、そして今回は荒北仮面の発射台、ヒデさん、青空さん、ピコーさんが参戦マンドリルだ。先週この荒北仮面パイセンがチーム大尺店の朝練に参加した時、ついに荒北仮面ワクワクしちまうようなライバルを見つけた。皆さんご存知、奥さんローディーだ。ロードバイクに�乗って早3年、こんなにゾクゾクする相手に出会えたのは久しぶりマンドリル。つうわけで荒北仮面最大のライバル奥さんローディーを倒すため、今回は3人の発射台利用してフルブーストでいっちゃいま、ショータイム。バトル区間は三郷の風広場、玉ねぎ前から玉葉橋、約10キロ区間。そしてな、まあ江戸祭は基本的に道幅が狭い。バトル区間は道幅の広い区間限定マンドリルだ。その他の道幅の狭いサイクリングコースは1列で走行、安全第一、歩行者さん優先マンドリルだ。さてさて、荒北仮面パイセン、本日は打倒奥さんローディー達成することができるのかな。視聴者のみんなも気になっているよな、最強最後のライバル奥さんローディー。この荒北仮面パイセンが完膚なきまでにぶっ倒していくんで、よろしくマンドリル。目の前の坂を駆け上がり、道幅が広くなったところからバトル開始マンドリルだ。そろそろ体も温まってきたんじゃねえか。ピコーさん、ヒデさん、青空さん、荒北仮面の発射台として今日は活躍よろしくマンドリル。チームアリーベデルチのサポートアシスト期待してるぜ。青空さんとピコーさんを風よけにしていた荒北仮面、油断していた。真後ろから突如として馬場さんがパンターニでアタックマンドリル。第一の発射台ピコーさん、第二の発射台青空さんを利用して荒北仮面アタック封じマンドリルだ。ここでチーム大尺店豆知識、パンターに操る馬場さん、かなりのスプリンターマンドリル。チーム大尺店の強者は奥さんローディーだけじゃねえっつうことを証明してくれた。いいんじゃない。見てみろ馬場さん、こいつは大当たりだ。チーム大尺店先頭グループに追いついたぜ。お、ヒデさん見当たらねえと思ったらピストバイクの前にいるじゃねえか。かなり踏ん張ってるな。じゃあ第3の発射台としてヒデさん利用させてもらうんで、よろしくマンドリル。お、なんだ、荒北仮面と馬場さんが追いついた瞬間に速度上げやがったな。ブーストかけやがった。これはちょっとやそっとじゃ抜けなさそうな予感マンドリル。さすがチーム大尺店、いいんじゃない。この先しばらく道幅が狭くなる。こっからな、追い抜きは禁止マンドリルだ。しばらく様子見で足を休めていこうじゃねえか。そして忘れちゃいけねえのが歩行者さん優先、安全第一マンドリル。わかったな。
よっしゃ、道幅が広くなった。ヒデさん、お疲れマンドレル。第3の発射台、切り離しマンドレルだ。奥さんローディを倒す前のメインディッシュ、本日のお相手はこのピストバイク。奥さんローディはデザートマンドレルだ。よし。ん？もうこの匂いは奥さんローディ。もうこのまんま奥さんローディまでぶっちぎっちまった。よし、ピストさんを抜いて荒北仮面先頭に躍り出るぞ。前回はここでアウタートップ縛りなんつうわけのわかんねえことをして足使い切っちまった。今回は荒北仮面パイセンお得意のアウター発足&急速でラストスパートマンドリルだ。玉葉橋まで残り2キロ。荒北仮面パイセン、果たしてトップを維持することができるのかな。単独トップでゴールを目指すぜ。左に見えるのはステーキの美味しいカフェジャングリラ。いやー、久しぶりに行きたいが、今日はそんなこと言ってる場合じゃねえ。今日は奥さんローディとのバトルが第一マンドリル。次回ポタリングでまたカフェジャングリラ行ってサーロインステーキいただきマンドリルなんじゃねえか。とりあえず今日は勝利を目指すぞ。やばい、長時間のアタックで体がしびれてきたぞ。酸欠状態だ。このまんまじゃまたエネルギー切れ、ハンガーノック
起こして荒北仮面失速マンドレル。よし、セペリさんに教えてもらった波紋の呼吸法で回復マンドレルだ。ひょほーパパウパウパウ。さすが波紋呼吸法、エナジーチャージ完了マンドレル。いいんじゃない。残り1キロ弱踏ん張っていくんでよろしくマンドレル。この先、道幅が狭くなる区間は追い抜き禁止。その区間に入れば荒北仮面パイセンの勝利が確定マンドレル。最後の力を振り絞ってラストスパートをいっちゃいま、ショータイム。よっしゃ、荒北仮面パイセンフィニッシュマンドレル、単独トップで1位ゲットだぜ。今回は仮面を外して素顔でアタック、そして波紋の呼吸法でなんとか奥さんローディー倒すことができたんじゃねえか。念願かなった。いいんじゃない、最強なんじゃない、荒北仮面。さあさあ、2番手は誰なのかな、気になるところ。お、まさか2番手はピコーさん。さすがだな、なかなかやるじゃない。いいんじゃない。そして3番手は3番手誰だ。お、3番手はピストバイクさん、そして奥さんローディー、そして馬場さん。なかなかやるじゃない。いいんじゃない、お次のライダーは、お、チームアリーベデルチ青空さん。熱い走り良かったんじゃない、お疲れ様です。そして最後かな、これは、ヒデさんと、その後ろから帝釈天さん。今日は帝釈天さん調子悪かったのかな。帝釈天さんは主催者として参加者全員がちゃんと完走できるか、そういったことを調べるためわざと最後尾に行ったのかもしれないな。帝釈天さんは鬼のように速い。次回は帝釈天さんとガチンコバトルするんでよろしくマンドレル。お疲れ様です、どうでした、帝釈天朝練きつかったですか。きつかった人手を挙げて、
また参加したいでしょ。じゃあ皆さんあれですね、ド M なんですね。チームアリーベデルチド M みたいです。そんなわけで、まあ月に一度ぐらい、チーム帝釈天で参加できたらいいかなって思ってます。今日も女の子にしばかれました。後ろにいる女の子にしばかれました。そうですね、そこにいる関西弁の女の子に しばかれました。また会いましょう。アリーベデルチ、さよならだ。 OK です。何持ってんすかそれ。サンタっすか。ソカかマジでびっくりマークとハテナですよ。ルーマニアで大人気のフレーバー。ちょっといただきマンドレルしよう。じゃんけんぽん、俺の勝ち。なんでマークたか明日まで考えておいてください。ほな、いただきます。知ってる子もいいわ。一気に見できない。いいんじゃない。アリベッテル。